んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、鍵をかけたか不安になる自分をやめるです。外出するときに鍵をかけたかなとか、ガスは消したかなとか、それが不安になる人がいますよね。そして何度も確認します。一人暮らしを始めた若い時ならともかく、30代を過ぎてもこの癖が続く人がいます。そしてひどくなると病的になって、不安で落ち着かなくなったり眠れないという人もいます。どうしてこうなったんでしょうか。この人たちは鍵をかけたかを何度も確かめますが、なぜ一度確認しただけでは安心しないんでしょうか。実はこの人たちが感じている本当の不安は目の前にはないからなんです。心と現在の現実がずれており、本当は過去の不安を感じているのに、それを今鍵をちゃんとかけていないからだと思い込んで何度も確認するんですね。でも本当は不安はそこにないので、安心できずに何度も同じことをしているというわけです。実はこの人たちの不安のもとは幼児期にあります。もともと依存的な性格でお母さんにべったりでした。でもお母さんが外出するときに家で待っててねと言われたんでしょう。これはこの人たちにとってとても恐ろしいことだったんです。それでお母さんに対して不安だ不安だと言いたくなったんですね。ですから今この人たちが持っている不安というのは、実は過去お母さんに感じてほしかった不安なんです。そして自分が外出するときに置いていく家というものは、実は子どもの頃に置いていかれた自分なんです。つまり子どもの頃にお母さんが家を離れると大変なことが起きるよ、困ったことになるよというふうにお母さんに言いたかったわけです。そしてお母さんにそう思ってほしかった、その思いそのものが今大人の自分が感じていることなんです。では今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて6歳の子供の自分をイメージします。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは外出するとき、いつも不安を感じているよね。ガスの火は消したかな、ドアの鍵はかけたかな。そうやって不安になって何度も確認して家を出たのに、また不安になって家に帰ろうかどうしようかと迷っているよね。そんなことをもう何年もやっているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたが不安を手放さないから、人生の時間の多くを不安とその確認に費やしている。外出しても安心できないんだよ。本当に無駄だよね。バカみたいだよね。もっと自由に楽しく生きたいよね。あなたは勘違いしているよ。あなたを不安にしているのは目の前にある現在の状況ではないよ。過去の思いだよ。あなたはお母さんにいつもそばにいてもらいたかったんだよね。だからお母さんが外出して自分が家で待っているとき、お母さんを引き戻したかったよね。お母さん早く帰ってきてよ。お母さん一人じゃ怖いよ、危ないよ、火事になったらどうするの、怖い人が来たらどうするの、そばにいてよ。こうやっていつも不安なことを考えていたんだよね。大人の自分はあなたの気持ちわかるよ。怖かったね、不安だったね、だから助けに来たんだよ。
あなたはもう一人じゃないよ。あなたはもうお母さんにそばにいてもらわなくても安全なんだよ。大人の自分はあなたをしっかりと守っているよ。そして大人の自分があなたと遊んであげる。大人の自分があなたを楽しませてあげるよ。だからお母さんがいなくても大丈夫なんだよ。お母さんを引き止めようとするのはもうやめなさい。そしてお母さんには安心して外出してもらいなさい。そして一人の時間を思い切り楽しもうね。大人の自分が一緒だから大丈夫なんだよ。そしてあなた自身が大きくなって家に鍵をかけて外出するときも、大人の自分がちゃんと安全を確認してあげるからね。ちゃんとガスを消したことを大人の自分は知っているからね。大丈夫なんだよ。安心して出かけなさい。大人の自分はこんなに成長したんだから、家の中にいても外にいてももうちゃんと自分の安全を自分で守れるんだよ。だから安心してね。あなたはちゃんと守られている。大人の自分が必ず一緒にいるからね。あなたが大好きだよ。